それでは3組目の方から始めます。ご準備はよろしいでしょうか。花の国闇高校チーム名美容室プロジェクトチーム、浅野キラさん、川上千佳さん、近藤今さん、佐藤美和さんの3名です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。花の国闇高校美容室プロジェクトチーム、です。これから私たちの発表を始めます。よろしくお願いします。私たちのグループは SDGs 10番の北や国の不平等の基礎をテーマに課題研究を行いました。この SDGs に基づき、私たちの進路や注目する学科と関連させ、花巻市の美容室は北や国に関わらず変わらないサービスが提供できるのかという課題を設定し、それに対して私たちはできることは何かについて考えました。最初に外国人の数についての現状です。2019年の結果としては、岩手県の総人口は122万7千人に対し、外国人の数は7116人、花巻市の人口は9万7702人に対し、外国人の数は451人でした。さらに、花巻市の外国人の数は年々増加している様子でした。花巻市の中での外国人の出身国の内訳はデータの通りで、中国などのアジア系の方が多く見られました。次に、実際に日本語が話せない外国人がどう思っているのか調べるため、花巻南高校の ALT、ジェニファーへインタビューに協力していただきました。質問の内容は、日本の美容室で行ったことはあるか、また行ってみたいか、心配なことは何かあるかです。回答としては、日本語が話せないから行ったことはなく、行ってみたいけれどコミュニケーションが取れるか不安だとのことでした。最後に、美容室の現状を知るため、花巻市の本市の美容室にインタビューに協力していただきました。結果としては、この通りでした。外国人の方が来店したことはあるが、日本語を話せる方や、海外の方が一緒に来店されることが多いようです。英語で接客できると回答したのは、9件中1件で、店内に外国語表記があると回答したお店は、9件中0件という結果でした。また、この中にある高校の ALT が心配していた髪質については、外国人の髪質を詳しく知っているスタッフがいると回答したお店は、半数ほどになりました。これらのデータから、花巻市の在住外国人は年々増加している。アジア圏から来た外国人が多い。日本語を話せる人しか来店されないことが多く、日本語を話せない人は行きにくい。外国語で接客できる人が少ない。外国語表記が全くない店もある。髪質について店が知っていても外国人に伝わっておらず不安に思っているなどの課題が挙げられました。ここで今私たちが課題を解決するために考えているプロジェクトは、美容室の文法と高校の授業を連携させ、店内の外国語表記を授業で検索するというものです。プロジェクトの詳細としては、美容室は店内の外国語表記を依頼し、高校が英語の授業などで外国語表記を実践し、美容室に提供します。外国語表記を作成するものの例としては、店内のメニュー表、右側の写真にあるような用語を聞き取るカウンセリングシート、接客の際の返還のシート、最後の翻訳にかけた電子機器は、私たちが協力できるかどうかはわからないのですが、もしあったならば、より円滑に接客ができると思います。フランス語、ドイツ語、韓国語の3つを勉強しているため、
域に住んでいる外国の方を来店することで、地域に移る型の美容室になります。高校では、今まで学んだことを実践する機会になることや、学んだものを確認できます。外国人の方々は、言語を気にすることなく利用することができ、花巻の魅力を認識しやすくなることが挙げられます。さらに、この活動が花巻で広がることで、評判も広まっていき、花巻市内だけでなく、市外、さらには県外からの外国人も増えていくことが予想され、外国人の移住者に優しく暮らしやすい街になります。将来的にこのプロジェクトが花巻市の高校だけでなく他の高校にも広まれば、美容室にとどまらず病院や介護施設、地域の商店などの施設にも外国語表記が取り入れることができ、県として市としてのグローバル化が期待できます。また課題研究を最初に行ったとき、花巻市の美容室は外国の方だけでなく、高齢者へのサービスについても課題があるのではないかと考えていたプロジェクトもご紹介します。花巻市は高齢者の割合が多く、2019年の高齢者人口は31,259人です。ですが、美容室では出張サービスなどが少なく、高齢者の方が利用しにくいという課題が挙げられました。そこで、課題を解決するために考えたプロジェクトは、高齢者向けのキャンペーンの実施です。例えば、きれいになって街へ出かけようのような高齢者向けのキャンペーンを実施し、自分の家に出張してもらうなど、家の近くで髪を切ってもらうというものです。協力してもらう店をつなぎ、キャンペーンを利用した方へ商店街や花巻のお店で使えるクーポンを配ります。高校生は車などの費用を募金で集めたり、宣伝を行います。このプロジェクトにより、高齢者の方が美容室を利用しやすくなり、商店街にも人が来るという効果が期待できます。この課題を通して、私たちが何気なく使っているところでも、人や国によっては使いにくいと思うことがあるのを知りました。今回の研究で初めて花巻市の現状に目を向け、さまざまな課題があることが分かりました。世界のグローバル化に地方でもしっかりと対応し、地域、年齢、国にかかわらず全ての人が平等に暮らしていける社会を築いていくために、大人たちだけでなく私たちも目を向け解決に向かっていくことが大切だと実感しました。地域の活性化に向けて私たちもできることを頑張ります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは審査員の方からご質問などコメントを頂戴します。花巻市消防隊員長、お客様いかがでしょうか。はい、皆様どうもありがとうございます。タイトルは不平等の病室に向けて、まずは皆さん、タイトルびっくりしたんですけども、中を見たら外国の方が病室に利用するときに大変なのだっていう、そういった現状が、見えていまして、なんか視点がいいなということですし、それから、ここで使える方々の英語とかフランス語もドイツ語も韓国語といろいろ勉強しているということで、我々の時代はですね、日本語と言ってなかったので羨ましいなという感じになります花巻にはですね、空港の方に外国人がたくさんあるというと、まあ、ちょっとコロナ禍で来れないんですけども、中国とか台湾からたくさんあるようになってますので、中国の人とか外国人の人とか、それから市内の観光市内のですね、観光の人とかあったりします。花巻の街にそのたくさんの美容室があるということもすごくポイントだったんですね。市内にたくさんの美容室ありますし、そういったところにですね、商店街との連携で外国の表記をして、そしてその美容室の方々に
と改めて、まあ、美容室の利用というところはなかなかうまくいかないよねというところに着目したというのは、先ほど連日の調査と非常に興味深いなというふうに私も思いました。で、まあ、就職を目指して、まあ、買い物がなかなかしにくいとか、そういうもっと良い生活に生きていくために必要なものをお話しされがちなんですけど、まあ、美容室というその、まあ、この時間ですね、まあ、多文化共生、まあ、いろんな国の文化問題とは一緒にいいですよ、多文化共生社会に実現ということを、まあ、身近に考えられる、いいテーマなのかなというふうに思っております。それで、まあ、平野さんでは、国際化を技術の近い方向で持っていらっしゃるというところで、まあ、皆さんが学校で学ばれたこと、それから、まあ、地域社会に貢献できること、どちらが非常に明確でですね、まあ、実現可能性も非常に高そうだというふうに感じたところです。で、ここまで考えられると、まあとは、実践をしてみて、実際にその使ってみてですね、まあ、お客さんとか、その美容室を経営されている方が、まあ、どう感じたのか、というところが分かると、まあ、その間の話、もっと、まあ、構ってですね、まあ、具体的に、よりいいものになっていくでしょうし、まあ、最後の方には、